京のホテルですね。エースホテル。ロビーがすごいですね。まず入ってみるとハンガーですかね。これコートハンガーかなんかでしょうか。はい、ダダンダンみたいです。おしゃれなのかな。あとこれがスイッチになりますが、何式っていうんですかね、レバーみたいな、金属でできてかっこいいです。ほうきと白ぼうきとあとは靴べらですね。あとここで靴を履けるようにっていう感じですね。ここに座って、クローゼットはこのなんかバスローブがご自由にどうぞって感じだし、ここにランドリーとして入れておくと洗濯してくれます。あとアイロンもついていて、アイロンも使えますね。隣は、金庫とか花とか、まあ、いろいろ小物が置けます。これがですね、まあ、ホテルとかによくある、ポットとあといろいろお茶が飲めるやつ。でお茶はですね、これすごいのが茶筒に入っている感じです。京都っぽいですよね。でこういうルームサービスっていうのも頼めて、水がついてまして、このお水、はい、すごい瓶のフィジーだと思ったら富士でした、はい、富士のミネラルウォーターっていうこの瓶で置いてあるんですね、はい、H2O4U ということでお水が瓶であると。あとこのメモ用紙があるんですね。封筒とかメモ用紙とかあるんですけど、普通にこれがなんか楽譜も置いてあるっていう。楽譜書く人がいるのかな、いるのかもしれないし、あるいはこれにメモをするっていう、なんかすごく楽譜を置いてあるホテルある？僕は見たことないんですけど、すごいなと思います。メモ帳、鉛筆ももちろんロゴ入りで黒ですね。黒と白っていう感じで結構まとめられてます。はい、こちらも紙で作られたティッシュカバーですね。アートが飾られてます。電気は照明は今つけてないんですけど、ここに細かいスイッチとかがあってですね、USB とコンセントと、あといろいろスイッチあるけどよくわかんないです。Every day is Earth Day ってことで、なんかコンセプトとしてちょっと環境に優しいみたいなところがあるのかもしれません。これテレビですね。テレビで、Netflix とかプールとか YouTube とか見れたりします。映画 見えます。照明、あとこの建物自体が隈研吾さんの、建設してあるデザインしたものであるという感じです。はい、あとレコードプレイヤーがあります。レコードプレイヤー昨日使ってみたんですよ。
なんかすごいアナログな音が聞こえて面白かったです。この適当に置いてある、レコードっていうのはですね、どっかにリストがあって、それを注文してもらえばですね、持ってくるっていう、貸し出しできるっていう話です。はい、ちょっと電気つけてみましょうか。はい。こんな感じやってます。ちょっと明るいんで分かりにくいですけどね。一応こんな、感じでですね、マップがあるんですけど、エースホテル京都、僕がいるのはこのゲストルームですね。ゲストルームからフロントが1階なんですけど、レセプションって言いますね。ショップがあったり、あとコーヒー屋さんがあったり、あと2階にジムとか、ラウンジ、いろいろあります。で、プランについてるディナーっていうのはこのイタリアンのお店で食べれますね。で、ここすごいのが地下鉄にそのまま乗れるんですよね。すごいアクセスがいいんですよ。ここで空調調節できます。なんか無駄な文字がなくていいですよね。トイレなんですが、パネルがおしゃれじゃないですか。極力なんか見せないっていうか、何にもない。こっちも全部こんな感じですね。あと、ドアが静かに閉まります。これがですね、洗面所、洗面台。このどうひねったらいいのか分かんないその洗面台ですね。あと、まあ、面白いのが、この歯ブラシ、コットンなんとか、あと歯磨き粉、これもなんかナチュラルペパーミント。天然成分出てきてるって感じですね。天然由来成分 100%、まあ、そういうとこにこだわりを感じるって感じで、歯ブラシなんと竹でできてます。竹の歯ブラシが入ってます。すごい。で、お隣シャワーなんですが、これちょっと濡れてますけども、ガラス張りです。ガラス張りでシャワーヘッドこんな感じです。海の家になりそうです。で、この筒状のもの、これシャワーなんですね。マイクみたいですよね、どうでもいい。で、これ操作方法をちょっとどうやって使うんだろうね。はい、シャンプーはここに備え付けてあります。シャンプーとかも面白くって、ユズ、ローズマリー、ペパーミント、ジュニパー、いろいろなんかね、入ってるもの違うんですよね。スイートオレンジ、ベルガモット、ラベンダー、こだわり、ボタニカル感じですね。はい、というわけでですね、僕が泊まったエースホテルのお部屋をちょっと紹介してみました。